前科3番893番ちょい喜太郎です。本日のお話はです、拘置所で雑居房になったんですよ。もうそこは再犯部屋で、もうヤクザもんばっかり、元ヤクザとか、もうそういう人たちばっかり集めるんですよ。結局そんなところに窃盗犯とか覚醒剤系の人たちが来ちゃうと、もういじめられちゃうっていうか大変なんですよ。で、それともう一つは、お金がある人ない人っていう風に、お金のある人はお金のある人の部屋に集めるんです。そんなお金のない人も合わせて助けてあげればっていう風になると、物品のやり取りはダメなんですよ、拘置所っていうとこは。まあ、あげますよ、そりゃ、わからないように。基本だけど、10万持ってる人とゼロの人では、片っぽは食べれて片っぽは食べれてないっていう風になっちゃうと、かわいそうなわけで、お金がなくなったら、まあ我々、通常その、破産棒って言って、破産したら破産した場合、人たちばっかり集まる部屋っていうのが一番隅っこの方になって、ちょっとかわいそうな感じになるんですけど、まあそういう風な、本当に犯罪者、犯罪を犯した中でも貧富の差っていうのが確実にあるわけですよ。で、その一般的なところに行って一人だけ金持ってると、あれも食べろよ、これも食べろよっていうことで上下ができてしまうっていうことなんです。そんな風で我々もその反射的な人たちばっかり集まってるところに、社防担当の担当さんが来て、おちょっといいかっていうか、なんですかって言って、まあみんなに聞こえるように、ちょっと新しいやつが入るんだけど、まあまあ面倒見立ってくれや、ちょっと変わったやつなんで、まあうまいようにやったってくれっていう言い方だから、まあ意味はわからないけど、で来たんです。まあその人もうこれね、面白いから、この人のもう名前覚えてるんですよ。小室さんって言うんですよ、小室さん。でもうなんか私たちと雰囲気は違う、チャキチャキしてるんですよ。もうすごい入った時からもうパッと名前言って、小室何々です、よろしくお願いします、皆様よろしくお願いします、年配なんですよ。でもうそういう風な人は、まあこっちも、そうかって言って、誰誰誰誰って、まあ一応もう古い方から名前名乗って、よろしくって、皆さんあれで、私はこっちでいて、皆さんもう掃除とか私全部やりますんで、トイレ掃除もやりますんで、もう皆さんゆっくりしてくださいって、もう末席でいいんでっていうようなことを言うタイプなんですよ。そんなところにその小室さんが来てしまったもんだから、いやどういうことなんだろうこの人はっていうふうに思って、何回目って言って、2回目なんです、前期いつ、いやちょっと前です、ちょっと前、どういうことって言ったら、初犯で覚醒剤で捕まって行ったところは拘置所だったんですよ。拘置所、ここじゃないですよ、私たちがいる拘置所じゃない、別の拘置所の衛生府になったそうなんです。でその拘置所で初期って書くこととかいろんなことをやって、本当ですかって、それでこれでまたここにっていうのは珍しいですねって言って、次何やったんですか、いや出てその日で捕まったんです。えって、いや1週間とか3日って珍しいから、その日、その日なんですか、いやもう本当に忘れられなくて、用意してといたものを喫茶店でやっちゃったんですよね。喫茶店でメニュー表があるところでやって、喫茶店の人に通報されて現行犯で捕まりました。もうみんなもう爆笑でした。そんな人すごいね、小村さんやるねって、俺らも大概見てるけどそんな人初めてだ。まあ面白いで、まあどうぞ、まあ今日は小室さんの歓迎会だわ、何でも飲んでって言って、いやいいですいいです、とりあえず来てないんで、今日は皆様のものをお借りしますけど、全部返して、倍にして返して、お金はあるんですって言うんですよ。家一軒ぐらい買えるぐらいの領地権はあるんです。どうも交渉に、まあ自分で儲けた金だとかって言ってるけど、どうもそんなおっちょこちょっぽいんで、そんなわけじゃなくて、どうも親の遺産が入ってきたっていうことらしい。そこからですよ、私が見たことがない拘置所での大盤振る舞いが始まったのは、この小室さん数百万円だけは、もう300だか400万だけはこの拘置所未決の間に使うって決めてるわけです。もうここで使うんだって言い切ってるわけですよ。でその次の日に領地金確認っていうのを目の前でやるから分かるんですよね、本当だって。でそこのところね、その交渉で一番の服が買いたいと、服が買いたいからどうすりゃいいんだって、一番いい服が欲しいと言うんで、もう私言ったんですよ、まず便利屋を雇おうと、便利屋を雇って、その便利屋にお金を預けて、便利屋に対していろいろやったらって、で便利屋に手紙を送って、で面会に来てもらって、まずお金をあれする、で欲しいものをどんどん買ってきてもらうんですと。羽毛布団は入らないけど、キルティングを剥がしてもう一回開けて綿を出してっていうことをして、とんでもない布団を入れる、それから百貨店に行って百貨店の外商部を呼ぶ、スーツを作る、だけど寸法が測れないからうまいことこっちで再審して、その当時三宅一生のがいいっていう、本当に三宅一生のスーツが入る、ちゃんと裾もなんとなく合わせてくるっていうようなことをどんどんやって、それをみんな廃棄していくんですよ。
まあすごいですわ。もう見てて笑えてくるんですよ。だけども今度は覚醒剤取締法で捕まってるから、そういうボランティア団体に何百万寄付したりあちこちして少しでも量刑を負けようとするわけですわ。だけどもそんなもん全然ならなくて、後半は粛々と始まっていくわけですよ。でも身内親族がいないから上場処分に立つ人がいないんですよ。どうしたと思います？便利屋さんとその百貨店の外商部の人に上場処分に立てたんですよ。この人いい人だって、いい人ってなるわけないじゃないですか。真剣なんですよ本人は。でも全然わからないですよそんなの。休憩も出る、泣き真似もする、裁判から泣いても許しませんって言われています。毎回毎回服変えてってるけどもどうにもならなくて、もう確定していっちゃいますって、そういうの早いわけですよ結局ね。もうそれで控訴もするんですよ。目いっぱい控訴するけども、控訴する理由にならないですよ。量刑不当って、量刑不当しかないけど、量刑不当になるわけないですよそんなので。もう確定していっちゃう時にみんなうっかり聞かなかったんですけど、小室さんって毎食何やってたんですか、あ北海道で中学校の教師やってましたっていうオチです。まあラブドールといえば聞こえはいいんでしょうけど、我々日本人のこのおじさんたちに馴染みがいいのダッチワイフですね。とにかく日本のものがこの精巧にできていて、使い心地も品質もすごくいいと。まあもちろんそうです、日本の工業製品はとにかく海外では受けがいいということで、でその時に週刊朝日とか週刊芸能とか朝日芸能とか大衆とか見てると、なんか綺麗な女の子の写真が、まあそれが多分ラブドールとかダッチワイフみたいな形で写ってるのかって何にもあんまり気にしなかったんですよ。ところがその時っていうのはもうエロ本全盛期でいろんな企画がもうバンバンやって、まだ DVD がなる前、ヘア解禁になったりしていろんなことを試みしてた。で交渉の中でも結構なものが入ったんですよ。ただヘアのとこは全部マジックで塗ってありました。そのマジックをどうやって取れるか、バター塗ったり油塗ったりいろんなことしてましたけど、やっぱりマジックは取れないということで、もう削ってる間に砂消しゴムが入るもんですから、砂消しで薄くやったってそんなもん見えるわけがないんですよねはい。まあそんな無駄なことをやってもしょうがないということで、話がちょっと変わっちゃいましたけど、そんなことをやってるうちにエロ本の中で人形と絡むっていうパターンがあって、で人形がその男性とか他の女性と絡んでるのがすごく精巧にできているものがあって、これがなんと何社かある中で、上野区台東区でオリエント工業という素晴らしい会社があって、そうした時にその映像と私見ながら、まさかこれあ可愛いなって思った対象の女の子がまさかこのオリエント工業さんのラブドールだとは気がつかずに綺麗な子だなと思って しまった自分にわーっと思って、なるほどこれはすごいと。でオリエント工業さんのそこの週刊大衆とかで見たところにパンフレット請求カットあるわけじゃないですか。ショールームもあるぞと、これは応募こう頼むしかない、無料申請みたいに書いてあるわけだから、きちんと書いて、何々こうしよう、名前も書いてですね、まあこの待ち遠しいたらありゃしない、それはそれでね、なんか聞いたんですよ本当に素晴らしいパンフレットが。 だけどもこれっていうのもなんていうのかな、遠足に行く前までのその修学旅行に行く前まで行ってしまったら、来てしまったらやつ 見たやつがちょっとそのなってるだけで値段が書いてあったり、なんかリアルな人形感になっちゃって、その雑誌で見た時のがあのドキドキ感を返してほしいみたいな思って、なんだかななんて買えるわけでもない、そのラブドールが届くわけでもなく、写真のちょっといいものパンフレットが本当にただ届いただけっていうことで、なんだなぁなんて思って、いやケチつけてるわけじゃないですよ、気持ちがそうなった。で他のメーカーもあるのかなって思って、何社か見るといろいろ仕様が違う、形が違う、作ってる特性が違う、関節が動くとか目が開くとか開かないとかっていうようなのがあって、まあそんなこんなしてる時にどうだったのかな、見ていたらその雑誌の中に男のなんか人形が出て、記憶がこれ検索したらわかるかもしれない、確かその名前が伊集院健じゃなかったかな、伊集院健っていう坊主頭の男の子が佇んでるんですよパンフレット。それどういうことかなって、男性、まあそりゃそうでしょう、この男女平等男女同権の世の中に女性のラブドールがあるなら男のラブドールもある、どうして坊主なんだ、やけになんか親近感を感じるんで、身長体重見たらちょっともう中学生か高校生ぐらいの、これをどう使うんだっていう風にさすがに興味あったんだけど、調べたいんですよスペックは。ただやっぱりあんまり詳しく書いてない、さすがにそのパンフレットを
請求するわけにもいかず、まあ、その伊集院なんとか君のものがあるんだなっていうふうに思って、刑務所に、まあ、それからそれも忘れて刑務所に行って、行くことになって、雑居房で他の人たちといろいろ話すとこになって、いや、最近のラブドールとかダッチワイフってすごいよね、みたいな話になって、私、その知識には一過言ある。いやいや、実はこうやってパンフレットも請求する。すごいですね。あ、そうなんだ。そんなにすごいんだ。っていう話をして、これみんな知ってるのかなと思って、ところでさ、男のやつもあるんだよ。伊集院健知ってるって、あ、見たことあるけど、あれ何ですかって。あれ何ですかって。あ、何ですかって、そういうことなんでしょって、男のって。だけど、意外とその人たちってそこまで頭が、あれ、何ですか、あの、事務所に置いとく、若い衆の代わりに置いとく、兵隊用のダミー人形ですか。それは違うし、でも値段もちょっとリーズナブルで多分5万円とか6万円、そんなわけねえじゃんって、男が男で使うやつでしょって言ったら、男が男で使う？チンプン、まあ逆に女の人もあるかもしれないけど、それはちょっとなかなか使いにくいよねって、わかんないなって、わかる人はニヤニヤしてるんだけど、それは言わないですよ、やっぱりそこで。だって変な話になるじゃないですか、それ。刑務所の雑居房で男の中で坊主頭のおっさんたちがですよ、入れ墨出したり指がなかったりするのが、男のラブドールの伊集院健のことで熱く語ってるっていう一晩があったというお話です。懲役太郎が初犯の時に、その時にやっぱり先輩ずらしてっていうとちょっと語弊がありますが、この若い懲役太郎を見つけて、こういろいろ、まあ今風に言えばマウントを取ってきてね、そのもういかにも老男主みたいなおじいさんがいるわけですよ。お、若いの長く行くのかいとか言って、そうすると、あの横にいるなんか小判ザメみたいな人が、いや、この人はもう懲役30年行ってる、もうすごい人だからって、あ、あの、そうですか、あの、うん、置き引きだけどねって、それ、置き引き専門なんだって。ね、今度も置き引き専門なんだけど、自転車泥棒で3年だから、すごいだろうって。まあ、それはある意味すごいな。もう、前科15犯で、もう30年。いや、もう俺、人生の大半刑務所だからな。何でもわかるんだ。こういうわけですよ。まあな、いろいろ教えてやるからって、まあ、この話だけ聞くとですね、なんか素晴らしいような、このあれなんですけど、その人の服装がですね、この、ピンクのエナメルみたいなピカピカした服と、あの、女物の花柄のスパッツを履いてるわけですよ、この人。別に、工事上で女も履いちゃいけないってわけじゃないけど、そんな人の話はですね、この、入ってこないんですよ。歯ももうほとんど抜けちゃって、何言ってんかふがふが言って、わかんないんですよ。いや、これはな、入れ歯はちゃんと作らなきゃいけないんだけど、これ、歯だけの治療はちゃんとしとけよって、それを自分に言われても、というような、そんなお話です。まあ、お話だけだと、なんか、面白いじいさんに会ったみたいな話なんですが、実はその先がありまして、まあ、何度かその運動で一緒になってる時に、このふざけたおじいさんが、あのな、刑務所は楽しかないんだ、辛いことばっかりだけども、自分の妄想空想に人間は飽きることないんだぞって、こういうことを言ったんです。この言葉はですね、その後懲役太郎が懲役生活、社会シャバネ、その短いシャバの間の中でも辛いことがある時に、こう自分が思うこと、いろんな詰まった時にですね、その言葉を思い出すんです。あんなおっさん、あんなじいさんでもそれを耐えてこれたっていうんだけど、だからその言葉は本当に自分の助けになってる。人間はどんなことがあっても自分の空想妄想に飽きることがない。だから、あ、時間が長いな、やることがないなって言ったら、いろんなことを妄想空想して自分をこの慰めたというお話です。では刑務所の中でのお話なんです。まあ、これも随分前なんですね。食事のことでこんなことがあったんですよ。量が多い、少ない、小さいとかっていうことがあるわけですね。そんな話をしているシャボに、懲罰を何回も言ってて、3年の刑を持ってきて5年勤めるという
とんでもない懲役大太郎がいるわけですよね、その人は。まあ中で喧嘩だとか、喧嘩といっても刑務官相手にかかっていってたとか、担当台を占拠して立てこもるとか、まあ立てこもるって言ったって本当に30分ぐらいしか無理なんですけどね、制圧されてしまう、畳を持ち上げて砂防の中で立てこもるというようなとんでもないおっさんがいたんですが、まあいい加減昼夜間独居もっていうことで、まあ一般の工場、一般の砂防に移りますよということになったんですね。そしてそのまあある部屋に来て、今日から一緒によろしくお願いしますと、侵入ですという話でなったんですが、もう部屋の人たちもその人のことはもう知っているからですね。ただその方っていうのは懲役には優しいんですよ。懲役にをいじめたり威張ったりする人じゃないんです。対刑務官、対官、刑務所に対してもう強硬な態度を取るということなんですね。でもデタラメなことをやるわけじゃないんですよ。何かこの待遇改善だとか、これは違うぞというところでみんなの愚痴や不満をまあ一心に、まあ言い方かっこいいですけど、自分が体を張って言っていくというような人なんですね。で、配食っていうふうに食事を配るときに、まあ量のものだったら均等に分ければいいです。ところが魚だったりすると大きい小さいがあるわけですね。6人のところに6匹入った時に大きい小さいがあるんで、まあ大人なんであまりそんなことは大きい小さいは言わないんで、取り分けていった順番でというふうになるんですね。まあ話は戻りますが、その人が新しく入った時に取り分けて、まあやりますよっていうふうに言うんですけど、新しいものがやるような感じもあるんですけど、まあそれでお魚が来ました、じゃあ取り分けてっていう時にほろっと悪気があったわけじゃないけど、あ、一匹小さいのがあるなって言っちゃったんですよね。そしたらその懲役大太郎の人は、あ、そうなんだ、小さいんだって言ってですね、配食する時に担当さんは立って見てるんですけど、それを無視して、まあ窓は開くんですよ、廊下側ね。そこにおもむろに魚を取り出して、大きくなって戻ってこいと掘り投げたんですね。みんなどうなるかなって、うわっ思ったら担当さん走ってきて、どうした、どうしたんだ、いやこの魚がちっちゃいんだよな、さ、わかったわかった、どうすりゃいいんだ、いやだから大きくなって帰ってこいって海に逃がしたんだ、わかったわかった、ちょっと待て、なんと本当にお魚がですね大きくなって戻ってきたというお話です。